田ゴ健一、田チ、健一、田ン健一、1989年7月16日隊は、日本の男子バドミントン選手、埼玉県わらび市出身、身長175センチメートル、体重72キログラム、血液型は、大型。右利き、埼玉栄中学校、埼玉栄高等学校を経て、NTT 東日本に入社しバドミントン部に所属した。 現在は、無所属。BWF 世界ランキング最高位は3位。タジの両親は共に、バドミントン選手で、父親のタゴ淳一は元、日本リーガー、母親のタゴよしこ、旧姓は、米倉は全日本総合バドミントン選手権大会の、女子ダブルスで8回優勝、シングルスと混合で、それぞれ1回優勝している。両親共に、元、 NTT 東日本所属の選手であった。両親の影響で2歳でバドミントンを始めた。小学校時代はバドミントンジュニアのチャレンジャーチームに所属し、11歳の時に全国小学生選手権男子ダブルス5年生以下で優勝。中学時代は2003年、2004年の全国中学生選手権男子ダブルスで連覇する。高校時代は 全国高等学校選抜バドミントン大会の団体戦、男子シングルスダブルスで優勝。全国高等学校総合体育大会バドミントン、競技大会、インターハイでも2006年、2007年男子シングルス、ダブルスの2年連続2冠を達成した。また、国際大会にも出場し、好成績を収めている。2006年アジアジ,アジュニア選手権の男子シングルスで、 全種目通じて日本人初となる優勝を制。同年に高校生ながらバドミントン日本代表に選出され、翌2007年のスウェーデン国際の男子シングルスで優勝し、シニア大会で初優勝する。スコットランドで開催されたスディルマンカップにも日本代表として出場し、アテネオリンピック男子シングルスベスト8のロナルド、 スシローやブルなど日本のグループ1昇格に貢献した。2007年10月から11月にかけてニュージーランドで開催された世界ジュニアバドミントン選手権大会男子シングルスで準優勝を果たす。高校卒業後の2008年4月に NTT 東日本へ入社し、2007年度のバドミントン日本リーグには内定選手として出場した。 日本リーグや全日本実業団バドミントン、選手権大会などの団体戦では、ダブルス試合に出場することもあった。2008年全日本総合選手権の男子シングルス決勝で、佐藤翔二を決勝で破って初優勝し、マスダケタが保有していた19歳8ヶ月の同種目最年少優勝記録を19歳4ヶ月に更新した。 以後2013年大会まで6連覇した。2010年の第100回全英オープンでは日本人として以来44年ぶりに決勝に進出した。しかし決勝では世界ランキング1位のリー・チョンウェイに19から21、19から21で敗れた。2012年ロンドンオリンピックの男子シングルスへの出場権を獲得したが本大会では 予選リーグの試合で復兵のニルカカルならとね、スリランカに敗れ決勝トーナメント進出はならなかった。2013年、タジはヨネックスオープンジャパン男子シングルスで同大会男子種目日本人初の決勝に進出したが、決勝ではリーチョンウェイに21から23、17から21で敗れて準優勝に終わった。2014年5月、タジは トマスファイで日本男子初の優勝に第一シングルスチーム内における世界ランク最上位のシングルス選手のことで相手チームの第一シングルスの選手と試合を行うとして大きく混じたが同年9月の新川アジア競技大会で負傷してから調子が急降下した12月の全日本総合選手権は左足首捻挫のため棄権しタジの連覇も6で止まったタジはその頃から 国際大会で思わしい結果を残すことができなくなり2015年9月に自らナショナルチームから離れることを決断。さらに前年に続いて全日本総合選手権を棄権した。その後は所属実業団チームからの自費派遣による国際大会出場を続けている。タジはオリンピック本大会でのメダル獲得を目標に掲げ、各国の競合選手が多く出場する。 BWF スーパーシリーズの大会を中心に出場している。その一方、国内の大会に関しては全日本総合選手権や団体戦の日本リーグ、全日本実業団選手権以外の大会に出場することは稀であった。だが2016年4月7日、タジが東京都内の違法火事の点にて賭博をしていたことが判明し、派遣先のマレーシアより急遽帰国した。 タジの所属先の NTT 東日本は帰国後の調査でタジが違法カジノ店で賭博をしたことを認めタジと同社所属の桃田健人を含む他の複数の選手もカジノ店に出入りしたことを認めたことを明らかにした。翌々日に開かれた記者会見で NTT 東日本は調査の結果としてタジが2014年10月から2015年3月に 東京都墨田区の違法カジノ店を10回程度訪れ、その後、2015年5月から2016年1月まで、横浜市内の違法カジノ店に月数回程度がよい、賭博行為をしていたことを明らかにし、桃田は、タジの紹介で、東京都墨田区の違法カジノ店に、合計6回程度訪問し、賭博行為をしていたことも発表した。この突爆行為については、 タジが桃田を誘う形で行われた上、タジのトータルの負けは60回程度で約1000万円と突出しているため、負けの額が約50万円の桃田よりも罪は重いとされる。タジは本来なら自分が止めないといけない立場で、責任はいろいろあった、桃田や後輩のことを巻き込んでしまったのは全部僕ので自分がやっていたことをもう申し訳なく思いますし、 その時点で、桃田が行こうとしていた時点で止められなかったのを申し訳なく思っていますと謝罪した。同年4月10日、日本バドミントン協会は、タジに対して無期限の協会登録抹消の処分を決定した。翌11日に、NTT 東日本が、男子バドミントン部の半年間の対外活動自粛を決定するとともに賭博に関わし社員の処分を発表。 家事は2016年4月11日付で解雇処分となった。2016年12月にマレーシアのプロリーグパープルリーグで競技復帰した。復帰戦では世界ランク25位の香港と対戦しストレートで解消した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。